メリマックはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ヒルズボロ郡の町である。2010年国勢調査では人口25,494人であり、州内の自治体の中で人口で第8位だった。2013年 CNN の雑誌マネーから国内で住みたい場所の第23位に挙げられた。町の中にメリマックビレッジ、ソーントンズフェリー、リーズフェリー、 サウスメリマックの4つのビレッジがある。第1回収波境界メリマックとなった地域の最初の入植者は最終氷河期の後のいずれかの時代に現れていた。最初のヨーロッパ人開拓者は17世紀にニューハンプシャー植民地とマサチューセッツ湾植民地の間で論争が続いていた時に入ってきた。メリマックという言葉は魚の蝶ザメを意味するインディアンの言葉である。 ペナクック族インディアンがメリマック側にチョウザメがたくさんいたのでこの川にメリマックと名付けた。ペナクック族はモンノモケあるいはメリマイクと綴っていた。メリマック歴史協会によれば町が法人化された時に川の名前から命名しメリーマックと綴った。メリマックは公式には1746年に法人化された。この年が設立年とみなされているが 現在の町域で南部のみが最初の町に含まれており、北部はその数年後に追加された。アメリカ独立宣言の署名者、マシューソーントンがメリマックで生活し埋葬された。署名者の家屋とマシューソーントン墓地が現在も町内にある。ボストンメイン鉄道が19世紀に町を通る路線を敷き、20世紀半ばまでいくつかの駅を運営していたが、 自動車の出現により、それまで大半が農業の街をボストン及びニューハンプシャー州の金剛市のベッドタウンに変えた。九百七十年からビールのアンハイザーブッシュが町内にある。国内では最も東にあり、また最も小さな工場である。工場見学ができるほか、バドアイザークライズデールの馬や5箇所のうちの一つがここにある。メリマック教育委員会は、 1995年に代替的生活スタイル指導の禁止を決め、教育カリキュラムからウィリアム・シェイクスピアの作品を外したことで全国の注目を集めた。この制度を支持した教育委員はその後の委員選挙で落選した。ダニエル・ウェブスター・ハイウェイ沿いのソーントンの墓、アメリカ合衆国国政調査局によれば、超域全面積は33.4平方マイルであり、 このうち陸地32.6平方マイル、水域は0.8平方マイルで、水域率は2.48%である。町内最高地点は町の北西部にある標高512フィートの無名の丘である。メリマック町を作っている元の村の影響が今も残っている。しかし、20世紀後半に町が郊外地として拡張したために、 その境界や正確な定義は不明である。ソーントンズフェリー町のナティクックことコンティネンタル、ブールワードに近い領域であり、アメリカ独立宣言の署名者、マシュー・ソーントンから名付けられた。ソーントーンはメリマックで生活し、ダニエル・ウェブスター・ハイウェイとグリーリー通りの交差点に近い墓地に埋葬されている。ソーントンズフェリー小学校がキャンプサージェント道路沿いにある。 リーズフェリー町の北部にあり、ベッドフォード道路とダニエル・ウェブスターハイウェイの交差点周辺を中心にしている。この地域の境界は不明である。町の北西部のバブーシック湖近くは昔からリーズフェリーの一部とはみなされていない。ビレッジと定義されているがメリマック川近くにあり、リーズフェリーの一部と見ても良いかもしれない。リーズフェリー小学校はライアンズ道路沿いにある。 サウスメリマックバブーシック湖、修道101号線大体路とコンティネンタル、ブールワードに沿うペニチャック広場を中心とし、通常は修道101号線大体路とボストンポスト道路に近い町の南西部とみなされている。しかしハリスイに近い町の南東部もサウスメリマック、あるいはソーントンズフェリーの部分とみなされる可能性も、ある。メリマックビレッジ町の中心であり、 本来メリマックビレッジとは呼ばれていないが、リーズフェリーとソーントンズフェリーという定義が分かりやすい、地域の間の地域としてある。バブルシック小道路とダニエルウェブスターハイウェイの交差点隅にある公共図書館を中心に考えられ、現在の街をほぼ半分に切る、スーヒガン川沿いに作られている。この部分の小学校は、ジェームズ・マストリコラから名付けられた。 マストリコラはその死の時に土地を市に移動した。上と下の小学校、中学校、高校、図書館、町役場などの建物がある場所はすべてマストリコラが所有していた土地である。このビレッジはアマースト町との境界まで西に広がっているとみなされる。これは元のタウンミーティングハウスがターキーヒル道路とミーティングハウス道路の交差点隅にあることにもよっている。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである PC コネクションとブルックストーンがメリマックに本社を置いているメリマックカヌー社はメリマックで創業しテネシー州に移ったその他の雇用主としてフィデリティインベストメンツアンハイザーブッシュベイシステムズがあるメリマックプレミアムアウトレッツは2012年にオープンした 広さ56万平方フィートのショッピングセンターであり、建物12棟と駐車場を備え、エバレットターンパイクの10番出口近くにある。メリマック町内にある6つの公立学校がメリマック教育学区によって管理されている。小学校4校、中学校と高校各1校である。さらにチャータースクールのアカデミーフォー・サイエンスデザインが2007年から2008年の教育年度に、 作られ、科学、数学、工学、デザインに特化したチャータースクールとしては、州内初のものとなり、授業料が無料である。ただし、この学校は、その後ナシュアに移転した。メリマック高校の運動部は、野球、ソフトボールサッカー、室内陸上、屋外陸上、クロスカントリー、スキー、バレーボール、バスケットボールなどで、州の選手権に優勝してきた。 ロータリーナシュアウェストクラブが2003年から毎年ロックンリブフェストを開催している。過去8年間メリマックにあるアンハイザーブッシュの敷地で開催され、2012年は6月15日から17日に行われた。ニューハンプシャー州のバーベキュー選手権も行われ、30組以上の参加者の中からアメリカ合衆国北東部のベストを選ぶ。メリマックはマンチェスターと ナシュアという州内二大都市の間にある郊外町であるので、4年ごとのニューハンプシャー州予備選挙では、その大きさに似合わない役割を果たしている。大統領選挙が行われる年の7月4日は、メリマックの独立記念日パレードで、各大統領候補が更新したり、出しに乗ったりする。州と連邦政府の政治において、メリマックは伝統的に共和党が優勢であり、 ニューハンプシャー州議会会員では町の大議員8議席のうち7人を共和党が占めている。現在の会員選挙区はヒルズボロ郡第21区である。メリマック町の政府は7人の委員で構成する調整委員会である。この形態は2006年5月25日に実施された住民投票。毎年3月、町は4月の一般的住民投票に どの議題をかけるかを決めるために、教育と一般の2つの審議会を開く。議題の一つは常に、町役人の選挙であり、もう一つは予算である。予算が住民投票で認められない。メリマックビレッジ地区管理者は、町の中心を管轄する上水道体系を管理している。ありがとうございます。